でやっぱ学校が始まるとあのちょっと減らすっていう形にしてますね、うんうんうん、まあ普通そうなりますよね。やっぱ物理的な時間が短くなったらやっぱこうやれることは減っちゃうじゃないですか、どうしたってそれは、うんうん、だけど武田塾チャンネル。まあ夏に一回その夏の過ごし方っていうのを矢部先生とですね、うん、撮ったんですよ。でそしたら多分きっとみんなじゃあ秋の過ごし方って聞きたいと思うんですよ夏と来て次秋だ。そうですね、うん、受験に近づいてくるこの時期じゃないですか、うん、なのでどんな過ごし方をすればいいのか、秋の役割って何なのみたいな話を今回は宮田さんとしていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは秋の過ごし方続いてですね、現役生の秋の勉強、はい、うん、時間、現役生、うん、はい、減るじゃないですか。そうですね。実際どうですか、夏休みこうやってた子たちが秋になって宿題とかペース落ちてないですか、大丈夫ですか。いやー、ちょっと夏に飛ばしすぎちゃってて川崎の子は、うんうんうん、でやっぱ学校が始まるとあのちょっと減らすっていう形にしてますね、うんうんうん、まあ普通そうなりますよね。やっぱ物理的な時間が短くなったらやっぱこうやれることは減っちゃうじゃないですか、どうしたってそれは、うんうん、だけどでも間に合わせなきゃいけないじゃないですか、はい、それどうすんのって話になるとは思うんですけど、やっぱそうなった時に まあ、ある程度、まあ、学習が基礎とかが仕上がってる前提にはなりますけど、削れるところと削れないところってどこなんだろうって話がやっぱ出てくると思うんですよ、はい、うん、要するに削りたくないのは優先順位が高いものだったり、要は時間かかるものじゃないですか。例えば英語は基本多分文系だったら削りたくないと思うんですよ。で理系だったら数学は削りたくないじゃないですか。はい、うん、そうですよね、要ですからね。要だし多いじゃんっていう、単純に物量が、うん、で多分この時点で間に合ってないものは大体文系だったら英語の可能性がやっぱ高くて、で理系だったら数学の可能性が高いと思うんですよ、まあ、あとプラス文系だと古文が間に合ってない可能性がかなり高いかなと思うし、うん、理系だとやっぱその理科のどっちか間に合ってないとか、うん、もう結構あるかなって感じですけど、うん、でじゃあ何なら削れるの？例えばじゃあ国語はでも、まあ、順当に多分武田塾のやり方とかでやってたら国語は絶対的な量が少ないから英語と比べると先に進んでる可能性が高いと思うんですね。そうですね、うん、だったら国語の読解 の課題を例えば半分にする、はい、でその分を英語に回すとか、うんうん、まあ、古文と現代文を本今まで1日1台ずつ出してたのが2日に1台ずつで1日交代でこう解いていくようにするとか、であとは新しいものはペースをちょっと落としてその分復習を多めにするとかね、はい、うん、これは例えばその英語の長文を2台例えば倍速にして2台やろうってなるとやっぱ1問につき復習も含めると1時間以上こう負担が増えたりするじゃないですか、はい、だけど単語の復習とかだったら今だったらどんぐらいかかるかって言ったら1時間は多分かかんないと思うんですよ、1日に。そうですよね、完成度高いから、うんうん、だから結局ではそういうところで時間をこう使わないものでやっぱこう質を維持しなきゃいけないようなものに極力時間を割く、でやんなきゃいけない優先順をこう決めて埋めてって、まあ、ペースが比較的下げても間に合いそうなもののペースを下げるみたいな、うん、感じでやっていくんですね、うん、でもそれやったとしても物理的にやっぱ間に合わないのも出てくると思いません？あると思います、うん、絶対日数がちょっと、うん、足りないって、ね、うんうん、ってなるとやっぱ削る必要が出てくると思うんですよ。そうですよね、まあ、ルート全部がこなせないみたいな、うん、武田塾全国の校舎で受験相談いつでも受け付けております。え、そうなんですか？やってるでしょ自分自身。え、有料ですか？無料ですよ。無料で24時間、はい、24時間ではないか、そっか、はい、お申し込みこちらから、よろしくお願いします。24時間じゃないけど無料だよ。はい、ね、で、武田塾チャンネル自体は、チャンネル登録を随時募集しておりますので、はい、こちらの登録もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。